はい、こんにちは、アイコンたけしです。斉藤ひとり塾、がもう、一旦終わらせていただくんですけど、僕斉藤ひとりさんから、いろんなことを勉強できるし、あなたはもしかしたら斉藤ひとりさんからなんか本を読んだりとか、斉藤ひとりさんの教えがいいなと思ってメルマガだけ読んだりとか、あと本だけ読んだり CD だけ読んだり、それで、勉強されてる、あひとりさんすごいなと思われてる方がいると思うんですね。ただ僕もそうだったから分かるんですけど、やっぱりそれはちょっとまずいっていうか、どういうのかな、別にひとりさんから商品か僕から買ってくださいっていうんじゃなくて、あなた の身近にある近くにあるマルカンのお店から買われたらいいと思うんですけど、なんかね、やっぱり本当にすごいって思ってる人があれだけの情報、本当だったら多分5万10万とか20万とか、セミナーでもね、だけ取ってもおかしくないじゃないですか。セミナーとかひとりさんの講演会とか、本でもその内容自体が、だけどそれでそんなにお金を取らずに、で商品ひとりさんが実際に作られて、実際僕らからお金を取るっていうか、お渡しするっていう、ひとりさんがもらおうってする、そのもの、それこそがメインだと僕は思うんですね。そっちの方が僕は教えよりもさらに上の、情報だと僕は思ってるんです。それを、手にしないのちょっと違うのかなと思います。それはいろんな意味でですよ。礼儀としてもいろいろお世話になっている人から買わずに、他のところのシャンプー使ったりサプリメント飲んだり、安いから言うだけで、だけどその値段には値段の意味があったりすると思うし、全く別 そのサプリとか化粧品とか、シャンプーっていうのでも、その名前は一緒でも全く中身が違うんで、その値段になってると思うし、だから、その恩を、お世話になってる人から何か買うっていうのは、ひとりさんに限らず、なんか普段の生活でも誰かからお世話になってるんだったら、そこがちょっと高くてもそこから買うという、ことをしていった方が僕はいいんじゃないかなと思います。僕自身もしなかった時はあんまりうまくいかなかったんですけど、ひとりさんの商品、ひとりさんからずっともう本当にそれこそ洗脳されるぐらいもう勉強しまくってるわけですよ。10年間ぐらいかな、これこそ10年弱ぐらいかな。で本当に誰かにお話しする時もひとりさんはね、こんなこと言ってたよって言っちゃうんですけど、そういう時にそれほどなってるのにひとりさんの商品使ってなかったんです。だけど使うようになってからやっぱり、なんか当たり前のことをしだしたからかどうか分かんないですけど、きちんとその道に行き出したのか、運が良くなったっていうか、お金も本当におかげさまでいろいろ、時間も、そして他のこともたくさんできるようになってきたんですね。だからあなたもやった方が僕はいいと思う。別にひとりさんの商品買ったから運が良くなるとかそういう意味じゃなくて、ひとりさんからの方が本当にいいと思ってるんだら、そうした方が僕はいいのかなと思いますし、あなたがこれを聞いて、なんだとか、また、横山さんから買ってほしいんでしょうとか思う人もいると思うんですけど、それもちょっとあるんですけど、それはないか。でもどっちでもいいんです。僕は本当にどっちでもよくて、あなたがなんか、ひとりさんの丸カンのお店で買っていただいて、でもなんか、本当にお世話になってる人からにお礼しておいた方がいいかなと僕は思ってます。それをきちんと流しておいた方がね、エネルギー交換というか、もらってばっかりだったり、やっぱりテイクアンドテイクだったら、普段生活してるだけでもいろいろいただいてるんです。それにさらにもっといただいてたら、それでプレゼントしてなかったら、その分もらってる分あげてなければ、それってどんどんまた奪われちゃったりするんで、そこはちょっとどれかな、きちんと流しといた方が、エネルギーをね、お金でもお金っていう形でも何でもいいんですけど、はい。だから、そういう当たり前のこと、お世話になってる人から何でも、本当に安くてもいいじゃないですかね、だからシャンプーだけでもまず買えてみる、化粧品、ゴッドハートマッサージクリームをちょっと顔にだけ塗ってみようとかね、化粧品全部ちょっと、全部で、ひとりさんセットでもね、化粧品でも3セットで3つで1万円ぐらいですけど、クリームだけでもゴッドハートでツヤだけ出そうかなとかね、そういうことをやってみるところから始めてみるのも、一つの何か変わる、きっかけになるかなと思ってます。僕はひとりさんからいろんなことを勉強させていただいて、で
あなたもいろんなことを勉強してると思うんです。だけどそのインプット、これも一緒のことなんですけど、インプットだけじゃ変わらないんですよね。それをそれで、うん、なんかなあどうやら海のあの視界ってあるじゃないですか、ヨーロッパがどこかわからないです、死んでる海、あそこも流れがないらしいんです。だから植物も生物も生きられないとか聞いたことあるんですけど、そういうようになんかな、あのそういうようにならないように自分がもらったらそれを渡すっていう、うん、ことを、して何の話からこうなったのかな、まあよくわかんないですけど、まあ とにかく、ひとりさんのこういうお話が勉強だったなと思ったら渡すとか、僕なんかはメルマガまでしてますけど、まあ、Facebook で書き込むとか、僕のサイトひとり Facebook のあれがあるんで、いいねを押すとかシェアするとか、そういう何か小さなことからでも何かプレゼントをしていくということをされたら、僕はより面白い人生に、よりたくさんの人が喜んでくれて、そして何かわからないけど違うところから自分のところに帰ってくるとか、いう人生になってくると思いますので、まずは何かひとりさんの商品を買うでも、シェアするでも、いいねを押すでも、なんかそういうインプットだけじゃなくて、そこから何か、あ、そうだ、その話でしたね、行動すると、インプットからアウトプット、行動する、ひとりさんの愛してます、ついてるとか言うとかね、あと、私は愛と光と忍耐ですとか、こういうね、こういうのやったりとか、何でも行動に移すと、そして人に喜んでもらう。あ、今いいお話を思い出したんですけど、究極はやっぱり普通の人が、幸せになるには、ありがとうって言われるような生き方っていうか、ありがとうを1日4回言われるようなゲームしなさいっていうひとりさんの教えがあったと思うんですけど、ありがとうってだから感謝される、愛と光と忍耐だったら、愛の部分かな、まあ光にもなるけど、うん、そういうところを、やっていくことが大切かなと思ってますので、ひとりさんにも喜ばれるにはどうしたらいいか、いつももらってひとりさんからなんか情報をもらってとか、なんかこういう情報があるのかとか、あ、こういうこと言ったら運が良くなるのかって、もらうばっかりじゃなくてね、なんかそういうのはしょぼいんで、そこから何かひとりさんに喜んでもらうようなことをするっていうことを考えられた方がいいと思います。だから僕から買っていう意味じゃなくて、マルカンの近所のあなたのお店からぜひ買っていただければと思います。以上です。ありがとうございました。